ヘルムート・イェームス・フォン、モルトケ・伯爵は、ドイツの法律家、伯爵。シャ反ナチ運動に参加し、クライザウサークルの中心人物となる。ゲシュタポにより逮捕され、処刑された。メクレンブルクの古い貴族モルトケ家,家の出身で、シュレージエン地方クライザウ農医、ビルヘルム・ヨーゼフ・ベルンハルト・フリードリヒ・アドルフ・フォン、モルトケの孫にあたり、王子には、第一次世界大戦で、 参謀総長を務めた、ヘルムート・ヨハン・ルート・ビヒフォン・モルト家がいる。母ドロシーは、南アフリカ連邦のイギリス系住民で、その父親、ジェームズ・ローズ・イネスは、連邦司法長官を務めた。ドロシーは結婚後、夫の影響を受けて、クリスチャン・サイエンスに改修した。両親は設立者であるメリー・ベイカー・エディの著作の、ドイツ語訳を出版するなど、ドイツにおける。 クリスチャンサイエンスの設立者となった。モルトケフサイと二人の母たち1927年から1929年まで、ブレスラウ大学、ウィーン大学、ベルリン大学で法学と政治学を学ぶ。1931年に、ウィーンで知り合ったフライヤ大ヒマンと結婚した。1928年には、高等教育教員や、青年運動の指導者と共に、 職を得られない若い労働者や農民と学生が職種の壁を越えて共同で学び市民としての義務や権利の意識を高めるための運動組織に参加したそのためモルトケは自身が所有する荘園の一部を農民に解放したが周辺の荘園主から激しく批判されることになった1934年に 放送の司法試験に合格したが、ナチ党への入党義務を拒否したために判事にはなれず、弁護士として1935年に、ベルリンで法律事務所に入り、ついで自身の事務所を設立した。国際法の専門家として、ナチスに追われドイツを亡命せざるを得なくなった、ユダヤ人やドイツ人の権利保護に努め、またその保護のため外国に赴いた。また、アーリア化された、 ケンピンスキー社のユダヤ人所有者の代理として交渉に当たった。1935年から1938年にかけて、モルトケは定期的にイギリスに滞在し、ロンドン大学とオックスフォード大学で学んで、イギリスの弁護士資格を取得した。これは自身が亡命する際の生活の助けとするためであった。 人民法廷に立つモルトケ第二次世界大戦が勃発すると、モルトケは、カイザー・ビルヘルム外国広報、国際法研究所に勤務し、1939年9月6日からは、ビルヘルム・カナリス率いるドイツ国防軍防衛部に勤務した。モルトケの任務は、在外交換の駐在部官や、外国の新聞から得られる軍事、 政治的情報を集め、国防軍各部署に報じることであった。また、モルトケは、外務省と国防軍最高司令部との連絡官を務め、戦時国際法の問題を担当した。国防軍情報部での勤務中、モルトケは、ハンヒトラー派のカナリスや、ハンス・オスターの援護を得ていた。彼は占領下のヨーロッパ各地を視察した際に、 ドイツ軍による現地住民への虐待行為を批判し、ジュネーブ条約を遵守するように訴えた。また、独ソ戦の際には、ロシア人捕虜に対して、ジュネーブ条約、ハーグリク戦条約を適用するべきと訴えた、報告書を提出したが、ソ連が条約を否認していることを理由に却下された。モルト家の訴えに対し、ビルヘルム・カイテルは、 過ぎ去った時代の騎士道精神の異物と嘲笑した。この他に各地で虐殺されるユダヤ人の保護のために彼らの国外追放を提案している。1943年にイスタンブールを二度訪れている。表向きの理由はトルコに逮捕されたドイツ商船の解放交渉だったが、実際には反ナチ運動のために OSS やドイツ人難民、 現地の国防軍情報部員、チートルコ大使、フランツ・フォン・パーペンと接触していた。彼らの作成した文書は、フランクリン・ルーズベルトに届けられたが、ヘンリー・モーゲンソーら、ルーズベルトの側近たちが、文書の信頼性に疑問を呈したため、受け入れられなかった。クライザウのモルト決定2007年に公開された、イギリスの公文書によると、外務エ連邦省は、当時から、 モルトケの反体制的な意思を把握していた。モルトケは国内外の友人たちと接触して反ナチグループ結成を模索し、オックスフォードの友人を介してイギリス政府と連絡を取ろうと試みていた。しかし、イギリスはドイツ国内の反体制派と共闘しようとはしなかったが、モルトケがオスロ市教を通じてイギリス側に渡した白いバラメンバーのビラは 1943年7月にイギリス空軍によりドイツ上空から巻かれている。モルト家は故郷、クライザウで複数の友人と接触し、これがクライザウサークルの基礎となった。クライザウサークルは1942年5月に最初の会合を行い、ナチズムに対抗するため、教育機関や宗教機関を設立することを話し合い、秋の第二回会合では、 ドイツの敗戦を予想した戦後復興について話し合った。1943年6月には第3回会合が開かれ、ナチスの戦争犯罪者の処分について話し合った。モルトケはヒトラーが殉教者になることを避けるため、ヒトラー暗殺計画には反対していた。ハンブルクにあるモルトケの墓モルトケは、 国際法に違反する命令を公然と批判したため、1944年1月に、ゲシュタポにより逮捕された。1945年1月、モルトケやクライザウサークルのメンバーは、ローラント・フライスラーの人民法廷に起訴された。モルトケのクーデター計画への関与は証明されなかったため、ヒトラー後に堕落したドイツを樹立しようと、 モルトケらが格索したのは死刑に値すると、フライスラーは罪状を切り替えた。モルトケの伝記を書いたハンスリーリエによると、モルトケは決まりきっていた死刑判決にもかかわらず、道徳的な勇気を持って、フライスラーとその機関を攻撃したといい、また同様に、インゲショルは、モルトケがナチス司法の汚職を歴史的に残すという、歴史的観点から述べた、 我々から伝説が生まれる。という言葉を引用している。モルト家は1945年1月11日に死刑判決を受け、12日後にベルリンプレッツェン税刑務所で公主刑となった。獄中からモルト家が子供たちに送った手紙には、ナチスが政権を握って以降、その犠牲を和らげ、道を変えようと努めてきた。私は自分の両親。 そして男としての務めに従ったと、抵抗運動参加への動機が書かれている。歴史家、ハンス・モムゼンによれば、モルトケとそのグループは、第三帝国は暗殺などしなくとも内部から倒すことができると信じていたという。その歴史観は、教会の没落が中世を終わらせたように、世界は刷新されるというものだった。そのためモルトケはナチズムを拒絶し、ドイツの指導による、 ヨーロッパ諸国の連合体を望んでいたという。その実現にはヨーロッパ外の勢力の台頭が必要とし、つまりはアメリカ合衆国を念頭に置いていた。例えばアルフレート・デルプはアングロサクソン勢力に対抗して、教会運動が起きる第三の道やナチスの略奪経済から将来は欧州経済連合体ができることを希望していた。 モルトケとシュタウフェンベルクの生誕100年を記念した切手1964年ドイツ連邦郵便はヒトラー暗殺計画の死去から20周年を記念する切手を発行した。また、クラウス・フォン・シュタウフェンベルクとモルトケの生誕100年を記念する切手が2007年に発行された。対戦中の妻への手紙は1989年にショル兄弟賞を受賞し、 2001年には、ドイツ自衛権人道国際法協会により、安全保障分野での貢献に贈られるヘルムート、イエームス・フォン、モルト化粧が設立された。ありがとうございます。